これはとある家庭菜園の一角に植えられている水仙です。見てお分かりの通りに非常にニラと葉っぱが似てるんですね。で、時々水仙っていうのは毒が含まれているんですけれども、ニラと間違えてですね、水仙を食べて中毒を起こすという事故が時々起こってます。つい先日も埼玉県内であったみたいで、それもやっぱり先生がご家庭の自分の家の家庭菜園から水仙をニラだと思ってこう抜いてきて、それを調理実習で餃子に使って生徒さんが中毒にかかったっていう事例みたいです。というわけなので、春先水仙は大変に綺麗なんですけれども、菜園に植えるのはニラと誤認する可能性があるので、できる限り避けた方がいいと思います。